ナリーグ3、んーアリーグ、日本時間12日、シアトル、スーパースターの友情にファンも、ほっこり、しているようだ。エンゼルスの大谷翔平投手が11日、日本時間12日、シアトルの T モバイルパークで行われたオールスター戦に出場。試合中にテレビ局の取材に答えていた大谷だったが、その背後でひょっこり顔を出す選手が。MLB 公式ツイッターも注目し、 笑いが止まらない、何回見ても面白い、とファンも反応している。動画、仲良しすぎ、かわいいな、大谷翔平はゲレーロジュニア。と遭遇すると、ニコニコ笑顔が止まらないヘッドセットをつけ、日本のテレビ局の取材に応じる大家の後ろに顔を出したのは、2021年に本塁打王を争ったブルージェイズのブラディミール・ゲレーロジュニア。内野手だった、大谷の日本語を理解しているように、 うんうん、とうなずく仕草を見せ、真面目な表情を演じていた。しばらくして大谷が背後の存在に気づくと、肩を組み、互いに笑顔だった。救援ならではの戯れに、日米のファンが注目。MLB 公式ツイッターも動画を投稿し、1万を超える、いいね、がつく反響となっている。投稿には、将来的に同じチームで躍動する姿見れたら最高だけどな。 スーパースターの戯れ、最高の親友、二人とも可愛すぎる、などとユーザーからコメントが寄せられた。